Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 159本日のゲストはカリフォルニア在住でオンラインのソロバン教室を主催されているトリッキークミさんです。クミさんは大阪出身、私と同じ関西出身なんですが、あの、途中でソロバンの先生なので、ソロバンむちゃ振りしてすごい桁の大きい数字を計算させたりとか、ついノリで、あの、ちょっと遊んでしまいましたが、 えー、実は彼女は私のブレイクスループログラムというプライベートコーチングとコーチング講座を受けてくださったこともありそれについてあのコーチングがどんな感じだったかとか講座のお話もされてますのでもしの私のプログラムに興味のある方はそちらの方も合わせてお聞きくださいでは最後までお楽しみくださいこんにちは 大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください このゲストはカリフォルニア在住でオンラインのそろばん教室を主催されているトリッキークミさんです。クミさんは大阪出身、大学時代にフロリダ大学に交換留学し、その時ご主人に出会いました。その後、日本で結婚、出産し、フロリダへ移住されました。現在はサンフランシスコ・ベイエリアで、子どもたちに日本語とそろばんを教えていらっしゃいます。クミさん、今日はどうぞよろしくお願いします。 はいいよろししくお願いします久美、えー、さんは私のコーチング講座とブレイクスループログラムを受けていただいたんですけれどもそのご縁で、まあ、近所なんですけど近所っていうか近所でもないか <laughs> なんですけど一回も会ったことないんですけどズームで何回も何回もお話しして <laughs> 世界規模だったらまあご近所ですよね。解放 <laughs> <laughs> ですよね。橋を渡れば行けるみたいな感じです。はい 久美、えー、さんをご存知ない方のために自己紹介をお願いできますでしょうかはい初めましてトリッキー久美と申します、えー、私は大阪出身で現在はサンフランシスコの米エリアでオンラインでソロ版そして日本語を教えていますで学生時代から何かを教える仕事にずっと携わってきましたで教育以外のあの職種も経験したんですけれども 人様に、まあ、私が持っている知識を共有するお仕事が自分にはしっくりくるようで私が好きなこと、まあ、特に今はそろばんのやり方を、まあ、多くの人にしていただくことをメインとして現在は活動しています、えっと、家族はフロリダ大学の留学時代に知り合った夫ともうすぐ11歳になる娘と7歳の息子の4人家族です。今日はどうぞよろししくお願いします。 よろしくお願いします。久、え、美、ー、さんは大学からもすでに外国語大学に進学されて、アメリカに留学されてるんですけど、うん、最初、外国に興味を持ったのは何かきっかけがあったんですか小さい時からあの、父がビートルズとかが好きな世代で。そうなんです。<laughs> であのビートルズとかローリングストーンズとかがもうあの家とかまあ、あの頃はカセットですよねカセットで家でなんか流れてたりとか車の中で聞く歌はだいたい洋楽っていうので育ってで自分が話してない言語だっていうのは小さい時から認識していててえっとなんか3歳ぐらいの時とかにその英語 とか話せないけどなんかこうジブリッシュみたいなことを一人でなんか真似してるみたいなこんなふうにしててみたいみたいな感じでやってるのを覚えててやっぱりその頃から英語とか外国語に興味があったんですねであとは父が1984年のロサンゼルスオリンピックの年になんか仕事でアメリカに行ったみたいで。 でその時のお土産とかを見て私たちが住んでないところになんかこういる人のこととかにすごく興味があってで英語何、うん、で他の言語じゃなかったのかよく分かんないんですけどやっぱり、まあ、ビートルズとかの影響もあって英語を勉強したいっていうのを小学校3年生か4年生ぐらいに母に頼んで。 でまあ、近所にいるあのおばちゃんがやってる英会話教室にずっとあの通い始めてそこから高校生までずっとそこで習ってたのかなで英語で何かをしたい英語で人とコミュニケーションを取りたいっていうのがずっとあったので、まあ、あと留学したいからっていうので外国語大学を選んで進学しました。そうなんんでです、ね、すすねねごい小っちゃいちっっゃ時から興味があったんです、ね うんねえ、なんか不思議なんですけど、自分の周りだけじゃなくて外に興味があったっていう。あー。なるほど。なるほど。それで,でフロリダに留学されたんですけど、旦那さんがフロリダ出身なんですか？そうです。あの、私の言ってた外大で留学するときって学校選べないんですよね。だいたいその時の成績とか一応興味とかは？ 伝えるんですけど大体自分が行きたい大学とかには、ね、な,んかなかなか行けなくってで学校がフロリダ大学を選んだっていうフロリダ大学ってどこにあるんですかフロリダ大学はフロリダ州のゲインズビルっていう、まあ、真ん中辺りで海からもかなり遠い本当になんか内陸で。えーえー もう何万人って生徒さんがいるのでそのカエジタウンですね大学でなんかその周りの経済とかが潤っているようなうんうんかなり大きい大学ですねああそうなんですねそこで最初留学した時はどんな感じだったんですか最初私その当時夏が大嫌いだったんですね <laughs> なのにフロリダそう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 でフロリダに決まっ で,で実際行ったらもうものすごく暑くって蒸し暑くって、まあ、沖縄みたいな私沖縄行ったことないんですけど沖縄ぐらいの暑さみたいな感じで,で最初の頃はなんかすごく不満でなんでこんなとこに派遣されたんだとか言ってブツブツブツ,ブツ言ってたのを覚えてますねそうなんですねあ、うん、でもなんか一回また日本に帰ってからまたフロリダ行ってますよね。 えっと、その留学してる時に夫とそう出会ってその後ずっとお付き合いしてで私はフロリダの大学のプログラムが終わったから日本に帰ってで夫日本語勉強してたんで,であの日本で仕事したいっていうことで英会話学校の先生の就職が決まってそれで日本に来てでその後一緒に7年住んでその間に結婚出産してでやっぱり アメリカに帰ろうってことになって、それでフロリダに引っ越しました。うん、そうなんですね。じゃあ、フロリダでは何かされていたんですか、うん、何も何もしてないでおかしなうんと子育て中心で,、ね、で,ですね。仕事とかはせずに、でも、すっごいもやもやしてました。なんか、友達とかはいるけど、やっぱり社会の一員じゃないような感じがして。 うん、なんか私もやりたいけどでもアメリカで職歴もないしどうしたらいいんだろうってモヤモヤしてる日々でしたね、うん、えサンフランシスコに引っ越してきたのはお仕事ですか夫の転職ですあそうなんですね、うん、なんかサンフランシスコっていうか結構端と端なのでかなり思い切った感じだったんですけど <laughs> そ,そうですね夫 日本で住んでた時は英会話の教師とかやってたんですけどでも元々からコンピューターとかに興味があってあのプログラミングとかゲームとかにでやっぱりそっちの方で頑張りたいってことでアメリカに帰ってきて最初は独学でコーディングとかを勉強して。 でタンパっていうところに住んでたんですけどタンパの,あの企業で働いてたんですけどもうちょっとステップアップしたいってことでやっぱりこっちの方ベエリアの方がもっとレベルが高い会社が多いのでそれで今働いてる会社に就職することになった、ね。すごい自分でなんか本とか読んだりやっぱり、ね、うとかで調べてうーん<ー>だからですねリグリーもなかったし。 じゃあこっちに引っ越して来られてなんか違いますフロリダとカリフォルニアってなんかカルチャーショックみたいなのありました <laughs> あめちゃめちゃありますねなんかフロリダ大学行ってたからフロリダしか知らないあその前にケンタッキーにも語学留学で行ってたんですけどやっぱ南部のこう文化が流れてるところでしか住んだことがなかったのでまあ南部の方ってやっぱり言い方悪いですけど田舎な感じ でその地域から出たことがない方とかやっぱりこう白人の方が多い地域あとは、まあ、もちろん黒人の方もたくさんいらっしゃるんですけども白人の方黒人の方あとヒスパニックの方でアジア人はほとんどいないので結構ジロジロ短波、まあ、っていうとこではあんまりいなかったけどその要素のちょっと ビーチがあるような観光地とか行くとアジア人がいないからすっごいジロジロ見られたりとかうん差別とかされたことはないけどみんな人あったかいのでそういうのはなかったけれどもなんか私超マイノリティみたいなのが <laughs> フロリダでは結構あってまあそれか逆に日本人とかアジア人がいないからすごく珍しがられて。 いいろろやっぱり日本とかに興味ある人がすごくこう話しかけてくれたりとかっていうのがフロリダではあってでこっち引っ越してきてからアジア人がすごい多いしそれぞれのアジアの方たちが自分のルーツをすごく強く持っててそういうお祭りとか,なんか食べ物を一緒にシェアしたりとかいうのがあったりあとはやっぱりサンフランシスコは 街都市ですよ、ね、もうすごく発達してるしこう東京とかみたいな感じででもそれぞれチャイニーズとかコリアンとかベトナミーズとか、まあ、アジアの文化がすごく多いのとあと他の国から来られてる方もたくさんいらっしゃるので。 こう私がなんかすごく浮いちゃうみたいなことはなくて、すごく住みやすいし、やっぱり日本食が手軽に入るっていうのは、フロリダの時とは全然違います。そうなんですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ、日本語とソロンを教えてらっしゃるんですけど、それはサンフランシスコのこのエリアに来てから始めたっていうことですかそうですね。日本語は 今私が住んでいる近所にある日本語教室で教えてるんですけど短波の頃はフロリダの頃は日本語学校とかがなかったのでそういう機会もなかなかなくてでまあ子供が好きなのでその仕事を始めてでそこでそろばんも教えているっていうのを知ってであ実は私そろばん昔から教えたかったんですっていうので。 教え始めたのがきっかけなんですけどでもそろばんはその前からずっとフロリダにいる頃から教えたいっていうのは何でか分かんないんですよねでもなんかそろばんだったら、まあ、誰もやってないっていうかやってる人が少ないしこう日本とかアジアを代表するようなものだし自分が好きだから教えれるなっていうのはなんか思ってたみたいで。 でフロリダに住んでてまだ子供も小さかった頃に日本に帰った時に自分が習ってたそろばんの先生のところに行って習ってたけど教え方がわからないからどうしたらいいかっていうのをなんか相談しに行ってで教材とかもそこでいただいてそろばんも使ってもらえるようにっていうので何本かいただいて持って帰っててずっとそれは使わず温めてたって感じなんですけど。 うん、それでやっとこっち来てからソロ板を教えるチャンスができて、でそれで今に至るって感じです、ね。そうなんですね。ソロ板いつから始めたんですか。ソロ板はね、始めたのは結構遅くて小4ですね。どんな感じだったんですか、やってみて。なんか近所にソロ板教室があって、でみんな結構行ってたんですよね。週3回とか。 でみんなそろばんあるから今日はもう遊べないとかって帰っていったりとかしてでもなんで始めたのかもよく分からな,ないんですよね友達がやってたからっていうぐらいでそろばんが何なのかとかも全然分からずやってみたんですけどなんだろうやってる時はなんかうわめっちゃ面白いとか別に思ったわけでもないけどでも友達がいるから行ってたっていう感じえ、ね、<ー>最初は。 えー、じゃあなんかそこまでハマった理由は何なんですか <laughs> 何でしょうねえっ、ー、とそろばーんって問題をこうひたすら見取り算掛け算割り算っていうのが大きな種目なんですけど見取り算っていうのは足し算引き算で9が上がっていくと7桁とか8桁とかをただただただタダダダダダダってずっとひたすら まあ言った同じことをずっとやっていくんですけどそれが苦じゃなかったっていうのもあるしあとは個人競技ではあるけどでも時々こう団体でなんかその教室同士で競技会やったりとかそういうのが楽しかったりあとは私あんまり負けず嫌いとかっていう性格じゃなくて勝ちたいとかあんまりないんですよね。 でもそういう気持ちじゃなくても自分が一生懸命やったらこう成果がなんか9の昇級とかで現れるってとこが好きっていうのは<ー>、うん、長く続けてたのはそれかな。じゃあいきなりなんですけどそロばンの,のしそばの喋り方のせんえほしの喋り方 うん、<え>なんかあの生徒に、ソロボインやらせる時の独特の喋り方あるじゃないですか。え、なになに、え、読み上げ算とかですか。<laughs> あ、そう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 ,そう。で、<laughs> あの、願いましては。一年なり、一年なり、二円では、みたいなやつですか。<laughs> なんか、それを永遠にやってないですか、ソロボン教室に行くと。永遠にやってます。もう、一曲、何千、何百みたいな、お経ですよね。<laughs> そ,うそうそう。 <laughs> そうやってなんか今はこっちでやってるとき英語でやってるんですけどでもあのー、こっちで英語でやってるときもすごい大きい桁を読まれる先生はあの日本流のあの何ななが英語バージョンになって <laughs> ちょっと英語でやってください <laughs>、ね、それは <laughs> <laughs> 大きい数大きい数えっ、ー、と3 digit only addition only three numbers start with 398, 456, and 178 <laughs> みたいな,なんか感じで、もっと桁が大きかったら本当になんか、1,000,000みたいな感じちょっとこう、おき <laughs> <ご>い読み <laughs> ですね。じゃあちょっとなんか聞いてもいいですかえ、はい。掛け算とかかな掛け算ちててあちょっと待って <laughs> やって,てください。 4桁に、ね、しよっかなえ4 4桁のそれをどうやってやるかが見たいんですよね。でもそろばんでやるんですか暗算は限界があるのであの私は暗算だったら2桁ももすごいできる方はもちろん3桁かける3桁とかもできるんですけど 2>, <ー>2桁かける3桁ぐらいだったら暗算でできるかな。 そろばんだったらいくらでもというか。そろばんだったら何桁でもできるんですかそうですね。文字に書いてで、それを見ながらやったら全然できますよ。そうなんですね。じゃあ見ますね。1万、は、5963×4891、い。4891 <laughs>。1> 1> はい、48えー。 ええ <laughs>。<laughs> めっちゃまい数字になった。ですよね。うん、えー、ちょっと待って、ちょっと待って。かけ算ってでも、そろんでどうやってやるんだろうえ、全然できますよ。あの、やり方さえ分かったら。えー、足し算とか引き算しかやったことないと思います、私。かけ算は置き方が分かったら、あとは足していくだけですね。掛け。足すんですね。うん。うん だってあの引算するとき足し算ですよね。あ,<ー>あれを碁盤で入れていくので、ちゃんと同じというか置くところとかも全部同じですね。割り算は掛け算、うん、その答えを出して引いていく。うんうん、えっとうんうはい答えは七八ゼロ七五ゼロ三三。おおすごい。は <laughs> い、えー。へえこんな大きい数が碁盤でできるんですね。 いくらでも小数点もできるし<ー>マイナスもできるし、えー、じゃあなんか子供にその番教えたらいいことってどんなことですか例えばうんと数字が好きになるやっぱりあの生徒さん見てると数字自体が好きなのかなって人がすごい多くってなんかこれ三三三になったとかなんかその並びとかに<ー>がすごい気になる子とか がすごい多い多です、ね、なんかここ答えが全部14だったとか数字自体に興味を持つとかあとはこう解けた時の喜び、まあ、クイズみたいな感じで「あっ合ってたか次もやろう」みたいな、うん、こう意欲とかを伸ばすこともできるし。 あとはその決まった問題を全部解けた時の達成感とか味わえるしでもっと大きいあの年が上になったり球が上がっていったりすると他の子たちと同じ問題を解いて点数で競い合うなんかコンペティティブな子こう負けず嫌いとか勝ちたいとか思ってる子も。 個人競技ではあるけど大きくなったら団体とかもできるからそういう面ではスポーツみたいな感じでもそうですねです、うん、そうですね今はもう完全に最初はコロナの前は対面でやってたんですけどコロナになってからはもう完全にオンラインに切り替えて今は生徒さんは 近いけれども、車で来ないといけないところにお住まいだったりして、ちょっと通うのはね平日の夕方とか難しい方も多いので、うん、完全にオンラインにしてますね。でもオンラインだったらね、ちょっと遠くても全然どこからでもできますからね、いいですよねそうなんですよね、うん、すごいそれは、うん、ありがたいですね。うん 今のの仕事の魅力とととかかか大変なところとか教えていただけますか魅力は、まあ、私そろばん自体が好きなのでやっぱり好きなことを伝えられるっていうのが魅力、うん、あとは子どもさんがこうできたっていうのがこうよく見えやすい、まあ、答えがこうバンって出たらとかやり方が合ってたりしたら。 すごくよくよかるのでそういうところをお伝えした時に子どもさんがやっぱりすごく喜んでくださるっていうのがあやっててよかったなって思ったりでお母さんからこうフィードバックで「学校の宿題よりもそろばんの宿題をやりたいぐらいでちょっと隠さないといけないです」とかいうようなすごくこう楽しんでますって言ってくださったりすると。 あーなんかこう自分が好きなことをシェアできてよかったなって、うん、思ったりしますね。で大変なところうん、あんまり大変と思うことがなくてそれは多分好きだからだと思うんですけど準備もそんなに大変と思ったりしないし強、まあ、いて言えばオンラインなので。 実際会ったことないかとかも何人かいらっしゃるんですねそういう方とこうお子さんとどういう風うにこうつながりというかただ授業して終わりじゃなくて、うん、こう人と人とのつながりとして仲良くなっていくというかのがちょっと最初の頃は大変だったりしてうんやっぱりこう。 シャイなお子さんとかだったら全然しゃべってくれないしその子が何が好きかとかもこうオンラインだからあんまりこう情報がないんですよね。その中からこう周りにちょっと置いてあるような画面の横に置いてあるようなものをちょっと見たりとかしてそういうお話とかするとやっぱり自分のこと聞かれると子どもさんってすごいシェアしたがるから、うん、そこからちょっとこうお話ししたりとかして。 そこまでつながりを作っていくしばらくの間はちょっと大変かなと思うけどまあそこが逆に面白かったりしますねなんかどうしたらこのことをもっとなんかこう心でつながれるかなって、うん、チャレンジングな感じですねそうなんですねあの日本人のお子さんなんですか大体皆さんどんな感じなんですかそうですね今は日本にルーツがある方ばっかりで ご両親が日本人の方かお母さんかお父さんどちらかが日本人の方で今は全部日本語で指導はしてますね。うん、あそうなんですね。そろばんは結構そんなアメリカに来てそろばん教師を探したこととかなかったんですけど <laughs> <laughs> すごいあんま聞かないから需要がすごいありそうだなと思って。そうですね。わ私も最初そう始めたかったからビジネス始めたかったから いろいろ検索したらちょこちょこやってらっしゃるんですね特に米エリアはあの結構生徒さんがいらして、うん、でも言っても人数少ないですから、うん、やっぱりそろばんやってますっていうと興味持ってくださるあのお母さん方多いですね。そうなんですねじゃちょっと話題が変わるんですけどもはい。たただいたんですけど 学ぼうと思っった理由って教えていたっとまず人が好きなんですよね人と関わるのがすごい好きなのでもっとなんか他の人のことを知りたいからコーチングを学びたいって思ったっていうのとあとは自分が、えっと、ゆりさんからコーチングを受けていたので自分もゆりさんからこう教えてもらったことを使って もっと他の人のなんかこう夢を実現したりとか困っていることをこ解決するお手伝いができたらいいなと思って、うん、それがきっかけですね、うん、そもそもコーチングを受けるっていうのはそうですねそれがソロ版をやるちょっと前かな結構心理学とかコーチングとかにすっごい興味を持ってた時期で。 本当はなんか大学院行こうかかなとともちょっと考えてたんですよねカウンセラーになるために。でもなんか時間かかるしとか思ってでどうしようどうしようとか思っててでもコーチングだったらもう少しこう身近というかもちろん資格はあった方がいいけどあの大学院とかだったらもう時間かかるから。 であとはコーチングだったらいろんなスタイルがあるから自分の好きなスタイル選べるなと思ってでユリさんにお願いしたのは NLP をされていたから NLP を使っておられたからで私大学の時に NLP をゼミで勉強していたので実際にその NLP を使ってコーチングされている方にぜひお願いしようと思ったんですよねそうなんですね大学の NLP のゼミってそれはあの珍しいですよね。それを通してなんか言語の習得みたいなアングルだったんですか外大なので、まあ、言語学の関係で、その先生もまあその頃マスタープラクティショナーを持ってらっしゃったのかな。多分日本ですごいまだ何人とかの頃にカナダとかアメリカで多分トレーニングされて日本に持ってこられたんですけど、まあ、言語学の 一部として、うん、ゼミで NLP をやるっていうのがうん。すごいなんかそれがだってもう20年とか 10, 10、そうですよ。20年ぐらい前に誰も NLP のことなんか知らない時代ですよね。そのうんその10年後ぐらいにやっと本屋さんとかで NLP とか他の方が NLP 講座とかをこう開講してらっしゃるのを見たので。 かなり先駆けでですすよねそうですよねうじゃあ実際にコーチングを学んでみてどう思いましたかコーチングってどういうことするんかなって最初思ってたんですけどこう導く感じですよねそのクライアントさんの答えを出すのお手伝いするそこに導いていくって感じでなんかアドバイザーではない。 なんかコーチングってそこが最初私の予想ではもっとなんかああした方がいいですよこうした方がいいですよってなんか言うのかなじゃあそ,のそれだけの知識いるよねと思ってすごくなんかこうドキドキしてたんですけど実はコーチングはこう的確な質問でクライアントさんに気づいてもらえるっていうのが、まあ、実際自分もそれを体験したしコーチング講座で。 仲間と一緒に練習したりした時も質問して、で、ご本人に気づいてもらうっていうのがすっごく面白かったので、やっぱり学んでよかったなって、うん、それは、うん、自生活でも使えるなって思ったので、よかったなって思いました。じゃあ、なんかコーチングを受けたりとか学んだりして、なんか変わったこととかありますかえー、もうめちゃくちゃ <laughs> ありますよ。自分のこと あんまり好きじゃなかったしなんかこう自信なかったんですけどコーチング受けた後なんかこう自分は自分でいいんだって思ったりしたしやっぱコーチングをする中でその心の根っこの方にあるものもうすっごい昔に体験したこととかを出してきてそこを書き換えるあと癒すっていうのかななんか え、そんなんで変わるのって思うけどでもその1時間とかのセッションだけでもうそのあとえ今まで何でこんな考え方してたんだろうとかなんか根拠のない自信とかが出てきたりとかしてでそれがずっと続くなんか他のカウンセリングとか受けた時はその時はなんかあうんそうだよね変わろうとかこれがよくなかったんだって思うけど後までその効果が続かない。 けどもうなんか根本を書き換えてるからそれがもう当たり前になってる生活の一部としてだからもう生き方とかがガラッと変わりますよね、うん、見るものとか見方がうん、うん、変わっていきますよねなんか不思議ですよね自分の意識が全部やってるんだけどそう、うん、ね<え>じゃあご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があったら、はい、その前と後 どんな感じだだったたかか教えていただけますかこれはコーチングを受ける前にいろいろ悩んでることが多くてで多くは母との関係から来てたんですけどコーチングの前に心理カウンセラーのカウンセリングも受けててでその時に母の話にやっぱりなるんですよね。過去ここんなことががだったあれが いやなんか悲しかったとかいう話をするといつも母の話なんですけどでその時に「あなたのなんか気持ちはどうだった?」って聞かれて「とっても悲しかった」とか「怒ってほしくなかった」とかいろいろ言ってたら突然カウンセラーに「その時お母さんの愛を感じましたか?」とか「お母さんに愛されてるって感じがありましたか?」って聞かれた時になんかそれまでその嫌だったとか悲しかったとか言ってるんだけど あそっかそれって気づいたことなかったなぁと思って答えのって言ったんですよ。あ本当だその時なんか愛されてるって感じしてなかったなぁって。ってことは私ってなんか母にもっと愛してほしかったんだって嫌だとか言ってるけど愛して欲しかったっていう言葉はなんか自分の中では出てきてなくってそれをが出てきてでそれ 気がついた瞬間になんか本当に自分の目の前にあの氷山がある感じでそれがなんかグワーってこう崩れていくような感じ、うん、なんかそのそれまではやっぱ母のこと好きなのでこう母は母なりに怒っててもなんかこう愛してくれてるからってこう自分に言い聞かせてたみたいな感じだったんですけど でもそれって母のことで自分の気持ちっていうのは置き去りになってたってことに気づいてそれでなんかえってそんなすごいシンプルなことなのにもう昔からずっとなんていうかなずっと心の奥にあってもう忘れてしまってたそれに気づいた時にわ何かもう人生がなんかこう変わったっていうか見るものがこうもっと明るくなったっていうかでそこで それまではもうなんか結構うつうつしてたのに目の前が明るくなってでそれは母との関係もそうだし娘に対する接し方とか思いとかも変わりましたねそれはすご大きいブレイクスルーでしたね、うん、そうなんですね、うん、なんか久美さんってカウンセリングもコーチングもどっちも受けられてるんですけど、うん、なんか どういう人だったらカウンセリングに行ったらいいよとかいうのってなんかご自分の中でありますかえっと私ねカウンセリングに行ったきっかけっていうのが自分が ADHD だと思って行ったんですよ。なんかすごい物忘れとかもすごいしなんかそそっかしいしでそれがめっちゃ嫌で行けば変われると思ってでもその時って変えてもらえると思って多分行ってたんですけど行こうと思ったんですけど。 で検査したんですけど結局診断はつかずでそこまで点数とかが高くないから診断はつかないけどどっちかっていったら不注意傾向があってっていうのでそこであの認知行動療法をしてもらってでやっぱり自分が弱い部分のトレーニング時間とかあとおじの片付けとか。 の整理整頓とかがすごいできなかったからそういうやり方とかをこう教えてもらってで自分ができるとこから実践していくっていうのを、うん、教えてもらったのでそうだななんかこうアドバイスが欲しいうんでもなんかこう自分が困ったことがあったら、うん、一度は行ってみたら あとカウンセリングとコーチングってどっちが合うか分からないので行ってみてこう話をたくさん聞いてもらいたいんだったらカウンセリングの方がいいかもっていう,うーコーチングはもちろんそのコーチングのセッションの中でねいろんな話とかするけどでも結局あなたがどうしたいですかっていうのがあるので最初なんかどう全くどうしたらいいか分かんなかったらカウンセリング行って。 で、その中でこう話聞いてもらう中であ、でもやっぱり私ってこうしたいなとかいうのが見えてきたら、ちょっとこうね、目標みたいなのができたら、それをコーチと一緒にその目標を達成するようにう設定するっていう。うん,うん、なるほど、なるほど。まあいいかなと思いますね。うん、じゃあなんか、一人でやるのとコーチでやるのとどういうふうに違いがあると思いますかえーとコーチ いいないと一 <laughs> 人ってやっぱり自分の考えだけぐる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 回って新しい風が吹かないっていうかやっぱり自分に質問いろいろしたりしてるけど自分の聞き方で聞いてるからあんまりこう「あそっか」みたいな新しい発見っていうのがなかなか出てこないと思うんですね。時間がかかるもコーチは こう的確に質問してくれたりとか、同じ質問でも言い方が違ったりすることでパーってひらめいたりするので、やっぱり誰か、うん、本当伴奏ですよね。伴奏してくださる方がいるっていうのは大きいですね。うん、早く目標に到達できると思います。うんうん、うもう本当にそうですよね。うんうん,うんうん、はい。ありがとうございました。これから。 どんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいですかえっとやっぱりこう最近男の人とか女の人とかこう男女とかっていうのがだんだんこうちょっと境界線がこう、ね、薄れてきてなんか私らが小さい時とかよりももうちょっと生きやすい世界にはなってるかなとは思うんですけどでもやっぱり少数派の方とかはまだまだ生きにくい。 世界だったりするからそういうところをもっと何て言うかなその、まあ、少数派っていう言い方もどうかなと思うけどこう自分は人と違うって思ってる人もそれはそれでいいんだよってもっと思えたり私たちも言えるような社会を作っていきたいし、うん、でこれからこう未来を作っていくのは今の子どもたちなのでそういう子たちになんか 世界って楽しいんだよとか自分は自分でいい人と違うっていうのは大人になったらすごいそれが強みになるっていうのを、まあ、小さい時ってなかなかわからないじゃないですか。で特に学校とか行ってると他の子と違うっていうところがこういじめの対象になったりとかするのでそこを。 あなたはあなたのままでいいっていう風に感じられるようなこう社会の雰囲気をやっぱり作っていくで子どもたちがいろんなものに興味を持っているようにそういう環境作りとかを、うん、まあ私は今そろばんなんですけどなんかこういうジャンルもあるよみたいなのをこういろいろ紹介できたらいいなっていうふうに思いますねねいいです、ねうん、そうですすそうよね。 違っていてもそれがいいみたいな風になったらすごいい,いですよね、うんうん。そうですね、うん。じゃあ最後の質問なんですけど、今もやもやしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性に一歩踏み出すアドバイスがあれば教えてください。うん、はい。もやもやしてるっていうのは、なんかこう自分の今の状況に満足してないってことだから、それって。 もっと良くなりたいとかなんか変わりたいって思ってることだから素晴らしいサインだと思うんですけどでもモヤモヤしてる時ってそんなことあんまり思えないですよねなんで私ってこんなんやってるんやろうとかでまあ40年生きてきて分かったのはなんかそのこうなりたいって思うモヤモヤしてる時なかなかこう見えづらいと思うんですけど ちょっとでも具体的にこうなりたいっていう思うなんか姿を想像したりとか書いたりしてなんか強く願うってことすごい大事だなっていうのは本当に思いますね。でまあ自分もまだそ修行中ですけど。 その大事さを前は知らなかったのでやっぱりぼんやりなんかあこれしたいなぐらいだけじゃあなんかどうやったらそこに到達できるのかとかどういうものが必要かとかまで考えずになんかあこんなんやりたいけどうーんとか思ってた時っていうのは本当に自分が欲しいとかいうものがこう手元に届かなかったりなんか似てるけどバッチリこれっていうのが来なかったりしたので。 やっぱり強く願ってもうどんどん具体化してでそれをあの忘れるんでやっぱり書くって大事だなってで後で見返してこんなん思ってたって忘れてたみたいなの <laughs>、うん、やっぱ記憶ってそんなにねそのたくさん覚えられないからやっぱ書いて残していくっていうのは、うん、自分の成長も見れるし大事だなと思っておすすめです、うんうん、ありがとうございますじゃあもし今日の インタビューを聞いて、お子さんにそのばん学ばせたいみたいな方がいらっしゃったり、<laughs> あと、クミさんにいろいろお聞きしたいという方がいらっしゃったら、どこでつながればいいですかえっと、インスタのアカウントをまだ作ったばっかりなんですけど、作ったので、インスタが、えっ、ー、と、ebook i b u ー i e a b a c u s a b a c u s っていうアカウントです。 お友達になっていただければ嬉しいです。はい、わかりました。なんかスロバが入ってるロゴの感動ですね。<laughs> はい、そうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そ、うん、して私がファーストフォローかもしれない。<laughs> そうです。<laughs> <laughs> 嬉しい <laughs>。やったー。ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、じゃあ久美さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。え今日のお話を聞いて、もし私のプライベートコーチング、またはコーチング講座に興味が出てきた方は、ぜひ私のインスタグラムをフォローしてください。インスタグラムアカウントはゆりアンダースコア s c o r e h a p p i l y e v e r a f t e r で、ショーノートにリンクが貼ってありますえ。そこのインスタグラムのプロフィールからコーチングを習いたいっていう方向けには、コーチという仕事に関しての ebook をプレゼントしています。 なので、インスタグラムのそちらのプロフィールの方からお受け取りください。コーチングプログラムに自,体自体に興味のある方は、まずは体験コーチングコンサルティングセッション1時間にお越しください。そちらもショーノートにリンクが貼ってあります。